セルフコンパッションって3つの構成、あとは幸福度や満足度が高まります。はい、素敵なあなたへ。現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日はですね、質問をいただきました。 YouTube をよくご覧いただいている方から質問をいただいたんですが、タイトルにもあるようにですね、質問に対する解決策、こういったものをお話ししていくために、完璧主義、自分を責める自己批判だったり、あとは先延ばしですね、これらはセルフコンパッションで解決できますよというお話で、テーマでお話ししていきます。完璧主義で努力が足りないというお悩みでですね、悩まれている方なんですけども、この後質問を紹介させていただくんですが、それらはですね、セルフコンパッションというもので解決できるんですね。で、これからはそのテーマでお話ししていくので、完璧主義や自己批判とか先延ばしとかでなかなか行動できないというふうに、お悩みの方はですね、ぜひ最後までご覧いただけると、これですっきり解決できると思います。こんな質問をいただいたんですが、ちょっと質問のボリュームがあったので、ちょっとこれ読ませていただきますね。ちょっと読みますが、こんな質問をいただきました。プロのタロット占い師になるために、タロット占いを勉強してブログを書いて、今できることをしているのに努力が足りないと思って完璧主義になってしまいます。どう捉えればいいですか、教えてくださいと。ここでですね、完璧主義になることによってどんな悩みを持っているんですかと質問してみたんですね。質問してみたところ、こんな答えが返ってきました。行動できないと実行力がないと思ってしまって、自分はダメな人間だと思い込む癖があると。で、篠崎さんの YouTube を毎日拝見させていただくのですが、できない自分でも価値があると意識して考えて思っても難しいです。ある占い師さんで毎日16時間勉強している人がいるのに、自分は1時間しかできないでいます。他人と比較するのではなく、過去の自分と比べるようにしていますが、それでも落ち込んでしまいます。過去の自分と比べれば少しずつ前進しているようにも思います。つまり、行動できないと自分には価値がないという脅迫観念があるようです。どうすれば自分の存在に価値を見出すことができますか。理想が高すぎて現実的ではないです。理想と現実の差が激しいです。理想に近づくようにコツコツと頑張ろうと思うのですが、現実が伴っていないので落胆が隠せません。理想と現実の差が激しいということなんですね。私のタロット占い師としての理想は、起きている間中ずっと勉強することです。そんなこと不可能だし、家事もしないといけないのでやる気がなくなります。ということで、質問は以上です。完璧主義はですね、自分を責めたりして、あとは先延ばしにもなってきてですね、行動できないような状態になってしまうんですね。これらはですね、セルフコンパッションという慈悲の考え方、自分自身への慈悲の心が必要になってきます。セルフコンパッションの意味というのは、セルフっていうのは自分自身という意味ですよね。で、コンパッションというのは、優しさとか思いやりとか慈しみという、慈悲の心が、コンパッションという意味になります。これでですね、あるがままを受け入れることができるんですね。ちなみになんですが、慈悲って慈しみという文字と悲しむという文字で、なんか哀れむことのようになんか思いがちじゃないですか。でもこれ、哀れむとかかわいそうに思うとか、そういうことじゃないんですよ。慈悲の慈という言葉は、苦しみを抜いてあげたいという思いがこもった言葉なんですね。で、慈悲の悲という悲しいという文字は、楽しみを与えてあげたいという言葉なんですよ。だから、苦しみを取り除いてあげて楽しみを与えてあげたいという、なんともこう本当に仏様が思うようなことなんですね。それを自分自身にやってあげましょうという話です。セルフコンパッションって3つの構成で成り立っているようです。1つ目は自分自身への優しさ。そう、自分のいい部分も悪い部分も受け入れて、で、認めてあげること、ありのままを、受け入れてあげることなんですね。あとは共通の人間性ですね。みんな同じようにそういう苦しい経験だったり辛い経験っていうのをしてるんだと、自分だけじゃないんだ、自分だけがこんな孤独な思いをしてるんじゃないんだという思いが大事ということです。あとはマインドフルネス、今この瞬間に気づき、そして、そのままを受け入れていくということですね。この3つの構成から成り立っております。セルフコンパッションをやっていくことでこんな効能があるんですね。これも3つに分けてお伝えしていくんですけれども、1つ目、幸福度や満足度が高まります。そう、おおらかになれるんですね。で、2つ目、ストレスとか不安、心配、恐怖、恐れ、これらをですね、軽減していくことができます。で、3つ目、
逆境に強くなって、例えば困難な状況にもですね、こう乗り越える力がついていく、そして精神的回復力も高まっていくという効果があるんですね。で、どうやってセルフコンパッションを手に入れたらいいのかっていうと、まあ一つ目、いくつかいろいろ方法あるらしいんですが、私の方でご紹介できるのが一つ目はアンカリングしていくっていうことなんですね。まずは自分自身の状態が今どういう状態にあるかっていうのを認識しないとですね、それに対して対処できないんですね。で、多くの人たちは、自分自身が今どういう状態にあるかっていうのが認識できずに、ただただなんかわからない不安に襲われたり、なんかわからないこう焦りに、悩まされたりしているんですね。だから、ああなんか今嫌な感情が湧いているなとか、自分を責めてるなって思った時には、例えば自分のなんか輪ゴムとかを腕につけていたら、それを逆側に付け替えるとか、あとはメモですね。メモを近くに置いておいて、ある一定の場所を、そのメモには例えばセルフコンパッションっていう文字を書いておいてですよ、その嫌な気持ちになったら必ずそこをパッて見るようにするとか、いつも一定の場所、嫌な気持ちとか自分を責めるようなことがあれば必ず見に行く場所だったり見る場所っていうのを決めておいて、その場所には何が書かれているのか、もしくは何がヒントとして置かれているのかっていうのを見ることによって、ああそうだった、今自分は嫌な気分になってるな、自分を責めているな、今不安な感情になってるなっていうのを認識するようにしていくといいです。そう、一番大事なのはですね、不安を持っているのに、ああ自分は不安じゃないとか、大丈夫じゃない状態なのに、大丈夫大丈夫、自分は全然大丈夫、平気平気、ポジティブポジティブ、めちゃめちゃ気分がいいわみたいな、もう自分の心をとにかく無視して、なんとかそこを避けようとか逃れようとすることが一番その自分にとって良くないことなので、まずは、ああ自分は今怖いんだな、不安なんだな、嫌な気持ちなんだなっていうのを認めてあげる、受け入れてあげる、これが大事です。そう、今の流れに沿って関連することなんですけれども、普段から自分は今どういう気持ちを持っているんだろうとか、どんな感情なんだろうっていうのを実況中継するように、今は自分はこういう気持ちだ、今気分が悪いとか、気分が悪くてお腹が痛くなってるとか、ああなんか疲れて頭が痛いとか、とにかく自分の今、ネガティブな状況であってもですね、今自分は不安を感じているとか、自分を責めているっていうのを客観的に見てあげるということが必要です。メタ認知とも言われたりすると思うんですけども、客観的に自分の状況を捉える、そして気づいていくっていうことがすごく大事になります。あとは慈悲の瞑想というのがすごく効果あるんですね。セルフコンパッションを高めるためにめちゃくちゃ効果があります。で、今から私がですね、ちょっと長い文章なので、ちょっと早口ではありますが、この文章を読み上げます。で、この文章はですね、概要欄にも貼っておきますので、まあ、それをメモに書く、もしくは自分で音声で撮る、もしくは慈悲の瞑想とかでもしかしたらね、YouTube で検索するとそのアファメーションというか、その文言を言っている動画とかも出てくるかもしれないので、まあ、探してみるか、自分で音声吹き込むか、あとは自分の頭の中で繰り返し言えるようにですね、メモにして覚えておくとかをしてみるといいと思います。で、瞑想しながらこれを思う、感じながら瞑想するっていうのをちょっとやってみてほしいです。で、今から私がこの文章を読み上げるので、それをまあ今目を閉じてからでもいいので、ゆっくり感じてみてください。それではですね、これから読み上げる言葉ですね、をゆっくり心の奥底で感じながら瞑想をしていただければと思います。目を閉じて、ゆっくり深呼吸をして、楽なリラックスした状態で、聞いてください。はい。ではいきます。私は幸せでありますように。私の悩み、苦しみがなくなりますように。私の願い事が叶えられますように。私は幸せでありますように。私は幸せでありますように。私は幸せでありますように。私の親しい生命が幸せでありますように。私の親しい生命の悩み、苦しみがなくなりますように。私の親しい生命の願い事が叶えられますように。私の親しい生命が幸せでありますように。私の親しい生命が幸せでありますように。私の親しい生命が幸せでありますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものの悩み苦しみがなくなりますように。生きとし生けるものの願い事が叶えられますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。
私の嫌いな生命が幸せでありますように、私の嫌いな生命の悩み苦しみがなくなりますように、私の嫌いな生命の願い事が叶えられますように、私を嫌っている生命が幸せでありますように、私を嫌っている生命の悩み苦しみがなくなりますように、私を嫌っている生命の願い事が叶えられますように、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますように。はい、では目を開けてください。結構ですね、心の中すっきりと、してなんだか穏やかで、なんだろうな、もうそれこそ慈悲の心の状態がなんとなく、理解できた気持ちになったんではないかなと思います。はい、で今日いただいた質問のですね、主な3つの部分の2つはこのセルフコンパッションで解決できたのではないかなと思います。1つ目が行動できない、そして実行力がないと思って自分はダメな人間だと思ってしまうというところですね。で2つ目、行動できないと自分には価値がないという脅迫観念にこう襲われているという悩みの部分ですね。この2つはこのセルフコンパッションで解決できたと思います。で3つ目がですね、こういうお悩みだったんです。理想と現実が激しい、これについて悩まれていたので、この方の理想をもう一回最初に読み上げた部分をもう一度おさらいしてみると、私のタロット占い師としての理想は起きてる間ずっと勉強することです。でそんなこと不可能だし、家事をする時間もあるし、やる気がなくなります。でここ当然やる気がなくなると思うんですよね。だって占い師として活躍したいんですよね。なのに、理想は起きてる間ずっと勉強していることなわけですよ。これって占い師関係ないですよね。だからやる気がなくなって当然なんですよ。だって自分のやりたいことは勉強することではなく、占い師として活躍することですよね。そして占い師として誰かの助けになることですよね。それが自分のやりたいことなはずですよね。それと勉強とは全く関係がないはずなんですよ。そうで、この方のその知っている占い師さんが16時間勉強していて、自分はたった1時間でこれに、この自分は全然ダメなんだという思いを抱いてしまうということだったんですけど、その16時間勉強される占い師さんは、楽しくてやってるわけですよ。この勉強することによってそれが自分の例えばクライアントさんに活かせると思うと、どん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 勉強しちゃうから、結果16時間勉強しちゃったっていうことになると思うんですよね。だからもしあなたも、クライアントさんのね悩みについて、あ、自分の知識が足りないなと思う部分だけ勉強すればいいんですよね。であとは自分の知識で賄える部分で誰かの、助けになってあげることとか、誰かの、なんだろう、悩みを解決してあげることとかもできると思うんですよね。でそれを喜びにしていけばいいんですよ。勉強の時間っていうのは全然関係がないと思うんですよね。それをやりたくてやってる人が16時間結果になったということだけであって、あなたも、誰かを目の前の人を一生懸命こうなんとかいい状態にしてあげたいと思うのであれば、その都度出てきた疑問に対して学ぶっていうことをやってあげればいいんじゃないかなと思います。そうすると勉強してなくて、なんか行動できてなくて、私ダメな気がするって思わなくて済むと思うんですよね。そうだから時間が重要ではなくて、自分は何がしていきたいのか、何をどうしていきたいのかっていうところを、認識して理解して行動していくのが大事だと思います。それでは完璧主義や自分を責めてしまう自己批判、そして先延ばし、これについてはセルフコンパッションで解決できますよというテーマについてお話ししてきました。何かですね、ご自身にとってこの話がすごく良かったとか、気づきになったとか、自分はこういうのを試したらこうなったとか、何かあればコメント欄でぜひシェアしてくれると嬉しいです。はい、で私はですね、インターネットを使って、自宅にいながら時間も場所にも縛られずにですね、好きなことを仕事にしていって、生計を立てるということができております。そして女性でも分かりやすいマーケティングだったりビジネスの知識ですね、こういったことを教えさせていただいてます。あとは宇宙の法則を使って自分の好きなこと、才能、個性をですね、仕事にしていって、そしてさらには、収益にしていくという方法も教えております。で、それの具体的な方法だったり実践できる環境というものを提供しておりますので、ぜひですね、興味ある方は LINE の方に登録しておいていただけると嬉しいです。で、LINE の方ではですね、明日死んでも後悔しないと思えるぐらい今日という一日を素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画を
プレゼントしておりますので、ぜひご覧ください。で、私のチャンネルではですね、エネルギーが湧いてくる、何かその元気になれる、勇気が持てる、癒しの効果があるというような内容をですね、シェアしておりますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日のお話が少しでもいいなと思っていただけた方はですね、ぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。今すごく不安定な世の中で不安を感じてしまう、ことも多いと思います。その中でもですね、心を安心させてあげたり、今日のようなセルフコンパッションを使っていくと、自分自身のその信頼度、満足度、幸福度が高まって、ストレスも軽減されていきますので、そういったところを取り入れながら、ぜひですね、収入をどん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 上げていきたいなっていうことも、含めて、何か参考にできる、内容をお届けしていきますので、ぜひ、明日からもご覧いただけると嬉しいです。それでは、ありがとうございました。